サンウェイピラミッドの入り口で見張っているライオン。サンウェイピラミッドは、マレーシアセランゴール州、スワンジャヤバンダーサンウェイに所在するショッピングモールである。トーモールの複合施設は、サンウェイグループによって開発されており、1997年7月に開設された。トーモールの主要部分及びフロントロビーのデザインは、入り口で見張っているライオンと、 古代エジプトをヒントとしたピラミッドの形となっている。ライオンは建物のロゴ及びマスコットとなっている。建物の総床面積は2012年現在では合計39万6000平方メートルになっている。サンウェイピラミッドはまた最上階にサンウェイコンベーションセンターを収容しており、複合施設区画及び都保圏内に位置している。 サンウェイラグーンテーマパークおよびサンウェイリゾートホテルにも連絡している。サンウェイピラミッドの駐車区間もまたサンウェイラグーンの常連客に利用されている。サンウェイピラミッドには以下のラピドキロリットルのバス経由でアクセス可能であり、新たに拡張されたサンウェイピラミッドの入り口にバス停留所がある。ありがとうございます。